攻守方向変わりまして、トヨタ画面向かって右から攻める形で、トヨタ相手陣9ヤードからサーダウン2ゴール。選択クォーターバック20番見事ディフェンスを引きつけてランニングバック2番にピッチ受けました。2番左オープン疾走しエンドゾーン駆け込んだタッチダウン。トヨタここで後半最初のプレーでタッチダウンを奪いました。トヨタ6点獲得です。そしてトライフォーポイントタッチダウンの後のワンプレーに入ります。キック成功1点追加、トヨタブルーファイターズ14点、大阪府警シールズ0点となりました。その差2タッチダウンのリードとなりました。ここへ来てトヨタがオフェンスを見事に結実し追加点となるタッチダウンを挙げました。2タッチダウンとなり残り時間をかけて大阪府警反撃に入ります。その反撃実りますでしょうか。そしてそれをトヨタブルーファイターズしのぐことができるでしょうか。その攻防が間もなく始まります。そして得点を挙げたトヨタブルーファイターズのキックオフで試合再開です。ラグビーと違い攻撃権を次に得る形になります大阪府警、その機会をうまく生かすことができるか、そのキックオフリターン注目しましょう。リターンに入ります。抜けていく、ナイスリターン。リターナーここで右オープンを疾走、見事自陣45ヤードを超えたところまでリターンしました。リターンしましたリターナー26番は栃岡立命館大学出身。大阪府警としては何としてもこのシリーズ得点に結びつけたい。ボールオンは次元46ヤードから大阪府警ファーストダウン10。さあまず横へのパスで振った、キャッチアンドラン図りましたがこれはトヨタのディフェンス陣村上ました。しかしゲイン約4ヤード獲得しています。パスを取りましてタックルを受けながら前進しましたワイドレシーバー1番は宇都宮中京大学出身。大阪府警ハーフウェイよりセカンドダウン6。さあ中央トップ測ります。まだ行く、ナイスダウン、ファーストダウン。ナニバク26番ボールを託され左オフタックルを疾走、相手タックル受けながらセカンドエフォートで粘り攻撃権更新としました。大阪府警ファーストダウン、1回目の攻撃に戻ります。レフリータイムアウト、負傷者のためここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。先ほどのプレー見事なランを決めましたのはリターンも素晴らしかったランニングバック26番の栃岡立命館大学出身。この激しい攻防により勝者が発生しております。現在トヨタブルーファイターズ51番の田村がフィールドの外に出るのを待っております。文字通り肉弾戦となりました。この
X リーグ第2節の延期になりました。この一戦、トヨタブルファイターズ大阪府警シリーズ、今季初勝利をかける見事な戦いと攻防を見せています。さあ試合再開です。ボールオン相手陣40ヤードから大阪府警ファーストダウン10。成功ファーストここで大阪府警ロングパス、クォーターバックジェイションプレッシャーを見ながらワイドレシーバー16番に投げ、これを16番見事にキャッチし、攻撃権大きく更新。大阪府警ファースト、大阪府警一気に相手陣ゴール前に迫りました。これにより大阪府警相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール、残り6ヤードの攻防が始まります。さあ中央へのパワープレー、ランニングバック26番、そしてオフェンスラインの壁とともに中央へ流れ込みました。これにより約ゲイン3ヤードを奪っています。失礼しました、原因は約1ヤードでした。大阪府警セカンドダウン2ゴール、残り6ヤード、パス不成功。ここで2つ目の攻撃はパスを選択しました。密集点に向かいレシーバーに向かって投げましたが、しかしこれはカバーされていたためパス不成功に終わっています。攻撃権一つ失い、3回目の攻撃サードダウンに入ります。大阪府警相手陣6ヤードからサードダウン2ゴール、さあ攻撃回数残り2回、このパスは不成功。エンドゾーンへのパスでした。ターゲットは1番、しかしパスが低く、パス不成功となっています。フォースダウン最後の攻撃権になります。相手陣6ヤードから大阪府警フォースダウン2ゴール、プレーを選択します。ギャンブル、タッチダウンでないと攻守交代になります。中央のプレー、キャリア26番、しかしエンドゾーンへ届かず、4回目の攻撃結果失敗となります。攻守交代です。ターンオーバー。大阪府警ここでタッチダウンを上げたいというシリーズ、あえて4回目のフォースダウンギャンブルに入りました。しかしこれをトヨタディフェンス陣踏ん張りまして、この攻撃無得点としました。攻守交代でトヨタの攻撃に変わります。トヨタ自陣4ヤードからファーストダウン10。しかしここで大阪府警群がった、中央へのランプレーを展開しようとしましたトヨタ、しかしこのランプレーによる原因はほとんどなく、むしろ押し返され約4ヤードロスとなっています。ここで大阪府警のディフェンスが奮起しています。先ほどのプレー5ヤードロスとなりました。したがってトヨタ自陣1ヤードの地点からのセカンドダウンに入ります。ここでトヨタが後半1回目のタイムアウトを取ります。
トヨタ非常に攻撃を奪うことができましたが、非常に厳しい陣地での攻撃となっています。自陣1ヤード、あわや失点しかねない非常に危険な位置からの攻撃のため、一旦ここで作戦を取るためタイムアウトを取りました。さあ試合再開となります。トヨタ後半1回目のタイムアウトを使いまして、試合再開、ボールオン自陣1ヤードからセカンドダウン15の状況で試合再開となります。さあトヨタセカンドダウン15、ボールオン自陣1ヤード、セーフティー。ここでクォーターバック20番パスを投じようとしました。しかしこれを大阪府警6番が猛追し、 QB スタックエンドゾーンの中で倒しました。これによりましてトヨタの自殺戦となります。トヨタ2点献上となりまして、大阪府警シリーズに2点が入ります。大阪府警シリーズ2点、トヨタブルファイターズ14点。しかもセーフティーの場合はトヨタの失点によりトヨタのキックオフにより試合再開となります。これにより大阪府警次の攻撃権を得ます。さあトヨタが2タッチダウンリードし、試合を優位に展開しておりましたが、この第4クォーター残り6分という状況でトヨタセーフティーを献上する形になりました。そしてそのセーフティーの後のキックオフになりまして試合再開となります。ボールオン自陣20ヤードからのキックオフ、大阪府警生かすことができるでしょうか。状況はまだ予断が許せない状況になってまいりました。大阪府警リターンに入りました。さあ果敢にも中央突破し、ハーフウェイ付近を越えたところでボールデッド。この位置からの大阪府警の攻撃となります。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。ここで負傷者発生しまして、一旦レフリータイムアウトが入ります。この配信は XE ウエスト全13チームの共同企画により、すべてのチームおよびこの画面上に映し出されたさまざまな方々のご支援によりまして実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続させていただいております。その申し込み欄は説明概要欄にショッピングカートの URL として掲載されておりますので、その意ございます方々はぜひご協賛お願いしたいと思います。その配信を受けたまわらせていただいておりますのは私道楽屋リチャです。個人の趣味の範囲で行っている配信のため至らない点は多々ございますが、できる限りそのご期待に添えられるよう全力を尽くします。さあ試合再開となります。大阪府警相手陣48ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで大阪府警一旦外へ振るパスを投じました。ヒッチパスをターゲット16番に投じましたが、しかしこれをキャッチミス、パス不成功で攻撃権を1つ失います。大阪府警セカンドダウン10の攻撃で試合再開となります。相手陣48ヤードから大阪府警セカンドダウン10。
さあ中央へのアンプレー、託したキャリア26番果敢にも中央突破を図りましたが、しかしこのランプレーによるゲインはなく、むしろ1ヤードロスに変えられています。トヨタディフェンスライン陣、ここで踏ん張りました。大阪府警相手陣49ヤードからサードダウン11。パス成功、ファースター、クォーターバック11番、ここでワイドレシーバー41番にパス、これを取って41番キャッチアンドランし、攻撃権更新としました。大阪府警ファースター、パスを投じたクォーターバック11番は田島、桃山学院大学出身、取りましたワイドレシーバー41番は山口、摂南大学出身。大阪府警攻撃権を更新しまして、相手陣36ヤードからファーストアンテン。パスターコーファースター、ビッグイ。ここでクォーターバック11番一気にロングパス、それをワイドレシーバー16番見事にキャッチし、大きく前進。大阪府警ファースター、一気に相手陣2ヤードの地点に入りました。さあそして大阪府警ファースト&2ゴールの攻撃に入ります。ボールオン相手陣2ヤード、さあ中央突破だ。キャリア26番、しかしゴール前1ヤードで止まっています。大阪府警セカンドランの状況に入ります。相手陣1ヤードから大阪府警セカンドラン2ゴール。さあ再び中央のアンプレーだ。しかしこれもトヨタディフェンス踏ん張る、タッチダウンとなっていません。大阪府警サードダウンに入ります。さあゴール前残り1ヤードの攻防、大阪府警サードダウン2ゴールに入ります。これも止めた。クォーターバック11番、今度は自ら左オープンへのランプレー、ランプレーをランニングバックのプレ、ハンドオフウェイから左オープンを疾走しようとしましたが、これもトヨタのディフェンス集まりよく、タッチダウンに至っておりません。フォースダウンと変わります。ここでホイッスル。チームタイムアウト、大阪府警。ここで大阪府警が後半1回目のタイムアウトを取ります。すさまじいゴール前攻防が続いています。大阪府警一気に相手陣2ヤードまで攻め入り、ここをランプレーで突破しようとしました。これをしかしトヨタ素晴らしいディフェンスにより押し返し、フォースダウンの状況に持ち込んでいます。たまらず大阪府警、ここで後半のタイムアウト1回目を取りました。これが果たしてどちらに傾く形になるでしょうか。まもなく試合再開となります。さあタイムアウト解けまして、大阪府警フォースダウン2ゴールに入ります。エンドゾーンまで残り5ヤード、失敗。ここで選択したのはランプレーでした。何枠26番の総力にかけ右オープンへのランプレーを
展開しようとしましたが、しかしこれはトヨタのディフェンス陣が集まりよくこのフォースダウンを失敗としました。これにより攻守交代です。ターンオーバー。攻守変わりましてトヨタブルファイターズの攻撃となります。ボールオン自陣10ヤードからトヨタブルファイターズファーストダウン10。試合時間は残り2分34秒。パス不成功。ここでトヨタは一旦パスプレーを選択しました。ターゲット9番、しかしこのパス自体がオーバースローでパス不成功となります。前パス失敗ですと時計は止まります。試合時間残り2分27秒。トヨタ自陣10ヤードからセカンドダウン10。試合時間残り2分27秒。さあここで中央へのランプレー。ここで中央突破を図ろうとしましたが、このランプレーによるゲインは1ヤードにとどまっています。ただしボールを持っている選手が中で倒れたため時計は進みます。しかしここで大阪府警が後半2回目のタイムアウトを取りました。このまま時間を消化され自分たちの攻撃のチャンスを失う可能性があった大阪府警はここで後半の2回目のタイムアウトを使います。時計の停止のタイミングが誤っておりましたので時計の訂正をさせていただきます。試合時間は残り2分22秒で止まっています。大阪府警後半2回目のタイムアウトを使いました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生している模様です。シールズのタイムアウトを残り1回にしてください。失礼しました。画面表示上の誤りがあったようです。フィールド上のスコアボードのタイムアウトに消化の誤りがあり審判団による訂正が入りました。現在タイムアウトの残り回数はトヨタブルファイターズ2回、大阪府警シールズ1回、そして試合再開となります。トヨタサードダウン9。パス不成功。これは大阪府警ナイスディフェンス。トヨタワイドレシーバーへの短いパスを通しそこからキャッチアンドランで攻撃権更新を図りましたが、これを大阪府警見事にパスカットしましてパス失敗としました。従いまして時計も進まず試合時間残り2分17秒でトヨタフォースダウン9の状況となります。さあトヨタここで時間を少なくとも消化したかったと思いますが、結果的にはほとんど時間を使うことができずフォースダウン9、攻撃権を譲渡するパントフォーメーションを選択せざるを得ない状況となりました。これが果たして大阪付近にどのように出るでしょうか。試合再開です。トヨタフォースダウン9、ここでホイッスル。チームタイムアウト、トヨタブルファイターズ。ここでトヨタ後半2回目のタイムアウトを使いました。2回目です。あえてこのパントシチュエーションで混乱を起こさないことを想定し、ここであえてトヨタ後半2回目のタイムアウトを使います。これにより双方ともタイムアウトは残り1回となりました。さあそして間を取りましてここで試合再開となります。トヨタフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。
このバントは自陣脱することできず、豊田陣42ヤード付近でアウトバーンズ、外へ出ました。この一連の攻守交代となります。大阪府警、残り時間2分8秒で攻撃権を取得することができました。その差は12点。大阪府警相手陣42ヤードからファーストアンテン、試合時間残り2分8秒の攻防が始まります。さあまずはパスは成功した。さあワイドレシーバー1番が左オープンを展開し約7ヤードゲイン、しかし中で倒れているため時計が回り続けます。大阪府警セカンドダウン3、ボールオン相手陣36ヤード、試合時間残り1分40秒を間もなく切ります。インターセプト。ターンオーバー。ここで大阪府警はロングパスを投じようとしましたが、このパスを取ったのはトヨタの80番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事大阪府警の攻撃を断ち切ったインターセプトを決めたのはトヨタ80番の原田、名古屋工業大学出身のプレイヤーです。これにより攻撃権取り返したトヨタブルファイターズ、自陣32ヤードからファーストダウン10、試合時間残り1分24秒。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。オフサイ、大阪府警シーズ65番、ディフェンスの反則です。オフサイ、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードのバッタイ、従いましてトヨタは5ヤード前進してファーストダウンのやり直しという形になります。大阪府警流行る気持ちが反則を招きました。トヨタ自陣37ヤードからファーストダウン5。まずは中央へのプレー、ここでホイッスル。タイムアウト。大阪府警、ここで大阪府警後半最後のタイムアウトを使います。後半3回目ラストタイムアウトです。これにより試合時間は残り1分17秒で止まりました。さあ大阪府警最後のタイムアウトを使いましてこのプレーを一旦止めています。試合時間残り1分17秒。トヨタ自陣40ヤードからセカンドダウン2で試合再開となります。中央のランプレーを選択しましたが、これを大阪府警ディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレーをむしろ5や3ヤードロスに変えています。大阪府警ディフェンス陣もここでまだ踏ん張りを見せます。素晴らしい
中へのラッシュを見せたのは76番の加藤、仏教大学出身のプレイヤー。しかしランプレーですので中で倒れているため時計が回り続けています。試合時間まもなく残り45秒を切ります。トヨタサーダウン5、さあこれも大阪府警6番が見事に対応しました。このランプレーをロスに変えています。ですが時計は着々と回っております。試合時間残り20秒を切っています。ここで試合時間がなくなりました。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。その結果、トヨタブルーファイターズ14点、大阪府警シールズ2点でトヨタブルーファイターズの勝利。トヨタブルーファイターズ今季初勝利。そして2年ぶりの勝利をここで挙げることができました。しかし大阪府警も素晴らしい奮闘を見せました。トヨタに負けない素晴らしい戦いぶりを見せ、この試合白熱した一戦となりました。こんにちは、応援ありがとうございました。そして見事勝利しましたトヨタブルファイターズ、これによりまして今季初勝利となります。素晴らしい戦いでした。両チームこの一戦が今季初勝利をかけた戦いということもあり、白熱したその肉弾戦をひっくり広げる素晴らしい一戦でした。途中まではどちらが勝利するか分からないという展開でしたが、ここ一番でトヨタのビッグプレーが決まり、これが結果的に勝敗を分ける形になりました。そのチャンスを見事ものにしたトヨタブルーファイターズ、素晴らしかったと思います。逆に言いますと大阪府警もそのチャンスはありました。そのこの勝敗の駆け引きは紙一重だったと思います。両チームナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれませんが、あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛して応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画によって実現いたしました。この画面にありました様々な方々のご支援ご協賛がもちまして実現しております。そのご厚情大変ありがとうございます。その配信を受けたまわせていただきましたのは私道楽屋記者でした。それでは失礼いたします。松本さんありがとうございました。
ナイスや